いくつか、あのー、アイディア出したんですけどもで出す出して、えー、あこれは難しいとかあ金銭的な問題とか、まあ、許可の面あるいは技術的な面で難しいっていう風になったらまた次の段階で、えー、また別のアイディアを出すとか、まあ、そういう感じで、えー、やってたんですが結局最終的には、まあ、あの全部合わせたら20個ぐらい 20, 20ぐらいのアイディアを,を出しました。でそれで えーまあ、いくつかあの可能性があるのが進んでたんですけれども、まあ、例えばあこ,れはそうだこれはまあ最初に出したアイディアで、まあ、結構、あのーまあ、進んだアイディアがありましてそれはテレビ塔のあ展望台の 上あたりに、えー、部屋を作って部屋を建てて外側にでそこに実際にまあ宿泊できるホテルにするっていうアイディアがまあ最初に第一弾として提案したアイディアです。まあこれまああの芸術祭側も俺もすごくやりたかったんで。 まあ、そこそこ進んでたんですけれども、まあ、ある事情がありましてそれは、まあ、あ無理だということで,で結局あそのおアイディアは流れましたでまああ,あと、まあ、せ,っこせっかく札幌でやるっていうことなの冬の札幌で、えー、展覧会をするという展示するということだったんで札幌らしい、えー、寒い冬の札幌らしい札幌でしかできない、えー、作品を考えて例えば あ氷ので巨大な氷の塊を作ってその中に日用品をこう入れるまあ逆ですねごめんなさいえー、っと、えー、日用品を取り込んで巨大なあ氷のキューブを作るだそれもすごく、えー、やりたいアイデアだったんですけれども、まあ、ちょっと技術的に難しいじゃないかということになって。 えー、それもお流れも流ましたで最終的に、えー、残ったアイディアは、まあ、あの今年今年でいいのかな、えー、2020年に、えー、東京でやったあこうあの実現した作品なんですけれども玄関トラックバスルーム、えー、バス でリビングルーム、乗用車っていうような感じで、縦に、今一直線にこう並んでるうインスタレーションなんですが、観客はあ玄関から入って、まあ、作った玄関から入って、この作品のために作った玄関から入って、その玄関の扉、中に入って、その次の部屋に行こうと思って扉を開けると、なぜか。 あトラックの中に、えー、入るわけです。であれって言ってそのトラックの、えー、荷台から降りようとしてまた扉を開けるとそこが普通のあ民家のバスルームみたいになってる、まあ、もちろんそれは作られたあものなんですけれどもそのバスルームからまた別の,あの扉から出ようとするとそこが、えー、観光バスみたいな中に入ってる。でその観光バスをずっっと渡って えー、突き当たりまでの,あのバスの運転手、運転席まで行って、運転席からまた向こうの部屋、リビングルームになってるんですけども、そのリビングルームに出るで、そのリビングルームからまたのドアを開けると、次は、えー、普通の乗用車の,、えー、あの中につながってるというで、それでまたその乗用車の反対側の扉を開けて、えー、外に出ると。まあ、そんななようなあ 作品を東京で2020年に発表したんですけれども、まあ、それを少し札幌とちょっと変えて札幌バージョンにしてもう少し規模を大きくしてまあ冬でも耐えられるような構造にして、えー、展示しようと思っていました、えー、とまあそのテーマから考えて自分なりにまああの 札幌の歴史とか札幌の,あの気候とかまあそういう札幌らしい作品を作るのがいいのかなと思いましたそれでまあ先ほどあのアイディアのいくつかをまあ紹介したんですけれども例えばあテレビ札幌のテレビ塔を使うアイディアあるいは氷を使うアイディアあまあそんなあと車あ車の 作品についても、まあ、最終的に残ったあ実現しようとしてた車のアイデアも残ったんですけれどもそれもえー、っとまあ札幌冬の札幌ということで車がないとあもちろん移動ができないんで、えーまあ、そういう車社会の札幌、まあ、そういうのもおありました、まあ、他にも、まあ、たくさんのアイデアを出したんですけれども結局まあ,あ例えば札幌の あのテレビトの正面に、えー、大通公園をまっすぐ行ったと,ところに立ってる、えー、大倉山あのその大倉山を使うアイディアは相当考えて山の上まで登ってスキー場まであのスキー場というかジャンプ,ャンプ台まで、えー、登ったんですけれども残念ながらあこう。 アアイディアがまとまとらなくて、結局、まあ、そこも諦めたんですけれどもあと、まあ、クラーク博士、えー、クラーク像を使ったあ作品とかあも考えましたけどそれもまあんちょっと実現が難しそうだなっていうことになりました、えーまあ、札幌は自分にとってはめちゃくちゃ、まあ、おぼ思い出深い、えー、街です、まあ、あの20歳前後の時に、 えー、まあ,あの札幌っていうか、まあ、北海道中、まあ、放浪した半年ぐらい放浪したんですけれどもそれ以降まあ札幌北海道札幌っていうのはつながりがありますでそのまあ自分のまあ二十歳前後という若い時に自分をまあ鍛えてくれたこれからあどうやって生きていくかっていうそういう、えー、答えも答えを見つけたあ場所でもあります でその後とも、その後,も、えー、その後もまああのすごいあの人生、わたあの俺の人生にすごい影響影響力がある人がいまして、えー、その人も札幌出身なので、まあ今も、あのののそのその放浪者二十歳前後以降も、えー、時々札幌には行ってました。 そんなあことですごく北海道札幌っていうのはすごく自分の中ではあすごくうん思い出深いというか大切なあ街なのでもちろん札幌芸術祭に、えー、からオファーがあった時はすごくあ喜びました。で、そういうい、まあ、札幌その芸術祭 のリサーチでまあ何回かあの札幌には行かせてもらったんですけれどもそれ以前からまあもちろんそういう経過があるのでえ札幌はあの自分なりには分かっているつもりでした。でとにかく、まあ、あのそういう自分にとってはすごく札幌という大切な街なので。 今ま,でまあ、今までももうあのいつも最高のーアート作品を発表しようと思って頑張っているわけなんですけれどもさらにそういう自分の中でも思い出が深いそういう街なのでとにかくまあ全力で、えー、かつてしたことのないようなあ何かこうびっくりするような素晴らしい作品を見せたいなと思ってました。 そうですねコロナ、コロナになってからもちろんあの中止になったあの札幌芸術祭みたいに中止になった展覧会あるいはもう延期1年間延期になったあ展覧会がありますであの、まあ、そういうことなんで、えっと、今まで、まあ、他のイン,タビューインタビューでも話してたんですけどもえ時間ができたらあ絵を描きたいとずっと 思ってました。もともと俺はその武蔵野美術大学の、えー、絵画専攻の方で来てるんでもう今こういうことやってるんですけどドイツに渡ってまあ、こっちの方にこっちの屋外のインスタレーションとか屋外のあで作品を発表し始めたんですがもともとは絵画から入ってますでムサビの時もそうなんですけれどもまあ教授から絵画で天才と呼ばれててそれで。 えっとまあ、ドイツに行ってもやっぱり天才だと呼ばれてたんですけれどもドイツの教授から。でそ才能はあると思う才能はあるので,でそれで今時間があのコロナということで時間ができたので今それをやりやっているとこです。で、えー、それを本当は今年の1月に東京のアノマリというギャラリーで 展覧会やった時も本当は絵画の展覧会にし最初のコンセプトはあの絵画の展覧会にしようと思ってたんですけれどもその絵がうまくいかなくてそれでまあ結局、ま、あのインスタレーションとか彫刻の作品になったんですけれどもでその反省を踏まえてまた懲りずにまた絵画に今取り組んでるところです、まあ、続きでやってる感じなんですけれども。 でもまあ思ったよりも実家当たり前なんですけども急になんかあの感覚を取り戻せと言ってもちょっと難しいっていことが分かってそれでまあ,あ去年ぐらいからずっとこう書き続けてるっていうよりも、まあ、時々書いては、えー、消したりとかいうのをずっとやっててで来年一つあの東京のギャラリーで秋尾長さで、えー、個展があるのでその時こそは 絵画を出したい絵画とあとちょ室内の彫刻作品を出したいなと思っています。今まででかいあの屋外の作品ばっかり作ってきたんでそれは全てやり尽くしたわけでは全然ないんですけれども自分が思う新しいあの世界中で自分が思う新しい絵画自分が思う 新しい彫刻作品ということは見たことがないんでだから自分で新しい絵画新しい彫刻作品を探りたいと思っていますそれでできたらそれに到達したいなと思っていますでまあそういうのが一つあって今それ絵画あの商品をやってるっていうこととあとまあコロナは三密に、えー、3密を避けなければ なならないんですがそう,いう意味そういうところから考えると屋外作品俺が今までやってきたみたいに屋外で発表する作品っていうのは実はすごいコロナ向きっていうかコロナ禍の中の展覧会としては最もコロナにかからないというかコロ,ナコロナの危険性コロナの感染の危険性から離れたところにあるすごくいい えー、展示方法だと思っていますなのでもしこれがなコロナが長く続くことになれば屋外作品だけのあ展覧会とかもう美術館はもうたくさん人を入れるのは難しいんでギャラリーももう屋外が今まで俺がやってきたこ作,展示作品のように屋外で展示することが あふさわしいこのコロナ禍の中ではふさわしいようなあ感じがして、まあ、そういう意味ではまあすごくあコロナを逆手に取った展示としては面白いかなとは思っています。